新型コロナウイルス感染症対策分科会会長の尾身です。夏休み期間中に帰省や旅行をされる方もおられるでしょう。公共交通機関での移動中はマスクを着用し、飲食や大声での会話は控えてください。移動先では久しぶりに会う友人などとの長時間大人数の飲食は控えましょう。どうしても外食をする場合は人数は4人以下、お店は自治体が認証した飲食店を選んでください。